フェアリーキングプローンは、香港の競争馬。香港で1999年、2000年シーズンと2000年、2001年シーズンの二度年の代表馬に輝いたほか、日本に遠征し安田記念でも優勝した。馬名は、キングプローンが冠名で、英語名、関東語名から訳すると、月のいい大きなエビになる馬種が、エビが好きだったことから、このような名になった。 なおフェアリーキングという名の種ボバがいるが、名前が似ているだけで全く関係はない。1998年から2001年にかけて走った香港の一流馬でスプリントからマイル路線にかけて活躍した。2歳児の1998年の3月に洋本輝き級車の所属馬として新馬カテゴリーでデビューし勝利。このシーズンはこの一戦のみで終えた。 3歳を迎えた1998、1999シーズンは国際競争への出走こそならなかったが5月に行われたチェアマンズプライズで初の重賞勝利を含む7004勝の成績を残し最優秀スプリンターのタイトルを受賞した。飛躍のシーズンとなったのが1999、2000シーズン。休み明け2000を経て臨んだ。 香港スプリントに6番人気の人気薄ながら優勝し香港のトップホースの一頭となった。年明け後にスプリント重賞を2走し、いずれも2着に終わった後アイバン・アランの下にテム・やして目標を日本の安田記念へと定めた。安城にリーディング上位のロビーフラットを迎え、チェアマンズプライズ2着を経て来日した本馬は、 単勝10番人気の低評価を覆して外からよく伸び、リクタットを抑えて、香港馬として初めて日本の GI に優勝を果たした。これらが評価され、このシーズンの最優秀スプリンター及び最優秀マイラーのタイトルと合わせて、本馬は年度代表馬に選ばれた。2000、2001シーズンを迎え、マイルチャンピオンシップを目標に再び、日本への遠征が計画されたが、 香港で日本農園に感染した競争馬が見つかり、検疫場の配慮から遠征を見送ることとなった。目標を新たにし、年末の香港マイルに向かうが、オーストラリアの最強品馬、サンラインに激闘の末、花さの2着に敗れた。年が明けると、スチュワーズカップ、ボーヒニアスプリントトルフィーの G12 つに優勝し、香港金牌を叩いて、 UAE のドバイデューティーフリーに遠征を観光。そこで再び顔を合わせることとなったサンラインへのリベンジは果たすが、サンラインとの勝負に固執した結果ジムトニックに敗れ2着となった。この時の騎乗ぶりがアランの怒りを買い、フラットは本場から降ろされることになる。香港に外戦後、チェアマンズスプリントプライズを勝利。続いてシンガポール国際カップを目標とすると、 サンライン、ジムトニックとの再戦に注目が集まるが、シンガポール遠征は回避し安田記念に向かうこととなる。連覇を狙った安田記念では一番人気に押されるも、末、足不発で急着に敗退。しかしながら、このシーズンも、最優秀スプリンター、最優秀マイラーのタイトルと共に、年度代表馬に選出された。さらなる飛躍を期待され、迎えた2001。 2002シーズンは、初戦のナショナルデイカップをコースレコードで一着するが、脚部不安を発症。長く治療が続けられたが、翌シーズン2月に引退。2003年の2月23日に砂田競馬場で引退式が行われた。引退後は、タムロモンの公立技術学校にて予選を送っている。ありがとうございます。